こんばんは、テレビ東京の佐久間信幸です。乃木坂46の中田かなさん、新内舞さんお疲れ様でした。2020年9月30日水曜日、この時間は私、テレビ東京の佐久間信幸が日本放送からお送りしてまいります。あのー、中田さんは、今日センターでテレビ東京音楽祭にも出ていただいて、あのー、素晴らしかったですね。そんで、そのテレビ東京音楽祭っていうのが、さん今日、 まあ、いろんな大型とか、テレビトークもか最近始めたんだけど、その中の、あの、テロップって歌詞テロップずっと入れてくるわけじゃん、生放送だから。それをあの、時々ここで出すさ、あの、三宅っていうディレクターが担当してたの。あの、VTR がね、すげえ長いとかきょ、あの、そういうことを、あの、俺が言ってたら、あの、テロップずっと入れ続ける作業ってほんと辛いのね。 あの、罰として3時間テロップを入れ続ける仕事を、お前長いの好きだからいいだろうって言われて、あいつが担当したんだけど、あの、今年ね、あの、ま、野木坂の曲もそうだし、ケヤキ坂の曲もそうだし、あとは、スノーマンの曲がとにかく、あの、早いから、あれって曲を覚えて歌詞のスーパーを一個ずつチェンジしていかなきゃいけないんだけど、それめちゃくちゃ難しいんだって。 二日前ぐらいから夜中会社に行ったら、三宅が一人でシャドウで練習してたから。<laughs> スノーマンの曲とか聴きながら。<laughs> それでね、あとね、生放送中にね、一曲ずつよし乗り越えたとかツイ,ツイートすんねん、あいやつ。テレビ東京音楽祭な <laughs> ハッシュタグつけて。超ょうざいんだけど。<laughs> この曲がうまくやれましたとか。この後が難関ですとか。いや、お前のドキュメントじゃねえんだからっていう <laughs>。マジで普通に音楽番組の邪魔なんだけど <laughs>。<laughs> っていうね。まあでも、あの、中田さんのやつは素晴らしかったですね。はい。あのー、2週間ぶりの生放送でですね。先週はお笑いラジオスターウィークということで、会社インパー、会社インパーソナリティの私、佐久間お休みだったんですよ。この時間は、 ふわちゃんのオールナイトニッポンゼロだったんですけど、去年ね、ミュージックウィークでは、まあ、内首国門同好会のオールナイトニッポンゼロで休み。明らかに水曜の2部、あの、変化球しか置かないっていう <laughs>、変わり種の枠なんだけど、あの、まあまあまあ、僕自身がね、よく書いたらレギュラーの変わり種だから仕方ないんだけど、これやっぱあれなんだろうね、週の真ん中の水曜日の2部に、 あのー、一回味変したいんだろうね、一本放送もね。つ <laughs> け麺で言うところであの、すだちをちょっとかける。<laughs> あのー、<laughs> たまにあるじゃん、あのー、すだちをかけてお,めお召し上がりくださいっていうつけ麺。そのポジションなんでしょ聞いたよ、だから、あのー、先週さ、先週めちゃくちゃラジオ聞いたよ。お笑いウィーク、何聞いたか、クリームさん聞いたでしょ、まず。で、まあめちゃくちゃ面白かったよね。まあ、参ったねから始まるやつね。うん。で、コント村も聞いたでしょ コント村はちょっと笑っちゃったんだけど、あの、録音でいいんじゃねえかっていう。<laughs> 別に <laughs>、前編っていう風に思ったけど、大倉さんもコント書いてたね、あれね。すごい力入ってて。あと、コント村だけじゃなくて、ちゃんと女性ゲストも入ってこってんやつでしょ、あいつら。<laughs> あっていう風にやったのと、あとアンガールズアンガールズ最高。 オードリーの後半からアンガールズ田中との喧嘩から始まって、田中がその勢いを持ったまま、頭20分名乗らずに喧嘩っていう。<laughs> 知ってる <laughs> ただ、一回も名乗らないまま、ずっと田中と山根で喧嘩してるっていうオーロナイト日本。<laughs> 最高だった、あれ。て <laughs>、ま、で、マジラブも面白くて。ですげえ聞いたんだけど、で、俺の日でしょ俺聞くつもりなかったのよ。あの、聞かないようにしようと思ったの。あの、自信なくすから。 で、まあまあでもフワちゃん、うん、聞こうと思って。何あれ、あの、フリートークがねえって泣き叫んでさ、曲中もカフ下げないで歌えなくってさ、あんなもんラジオじゃないですよ。<laughs> 超面白いんだけど。<laughs> <laughs> フワちゃんとラジオ超面白いんだけど。<laughs> 俺びっくりしちゃったよ。全部さ、何なんだろうね。うん。 もう普通に寝ようと思ってたんだけど、最後まで聴いちゃったもんね、ふわちゃんのラジオ。特にやっぱりあの、曲が始まった後、カフ下げないでカラオケ始めるところすげ、ね、え最高だったな。いいよな、なんかパワフルなんだけどさ、こう、意外にちゃんと哲学と愛があるからさ、ちょっとロックスターの風格があんだよな、ふわちゃんって。なんか芸人っていうより。だから、お笑いウィークではやんなくていいんじゃないもう。 来年もしお笑いウ変わるんだったら、トンツカタは森本だけにして。俺の枠は。<laughs> <laughs> トンツカタは森本だけでやってほしい <laughs>。結果的にたとさ、トンツカタは森本ってさ、あいつ、おぎやはぎが休みの時のチェルミコン時のジャンクにも出てて、で、オルナイト一本出てるから、唯一フルでちゃんとやってるやつなんだよね、ジャンクとオルナイトあいつ <laughs>。っていうのもあるからね。うん。あとなんだ あのー、9月、最後の放送で開けてもう10月で、もう今日なんて中秋の名物でしょもう早いよね。あと3ヶ月でも、ん ?10、11、12。もう3ヶ月で終わりじゃん。で、過ごしやすいよさ、通り越してもうちょっと寒いでしょ <laughs> 大体この時期に、俺毎年風邪引いてんのその T シャツで寝ちゃって。すごい、あの、大学生みたいな風邪の引き方すんだけど、さすがに今年はさ、風邪引くとさ、いろんな仕事がキャンセルになっちゃうから、めちゃくちゃ気使ってるけど、 エンタメ界もそう。あとこの2週間で色々あったよね。お笑いの日は8時間生放送でしょうん。素晴らしかったね。っていうのもありながら、キングオブコントでジャルジャルが優勝したっていうね。それが結構一番普通に、あんな、あのー、大団円 なのは、やっぱ、みんなさ、ジャルジャルがさ、あそこまでさ、あの、キャリアがありながら負け続けて、まあ、要は経験積んでるベテランってことは誰よりも負け続けてるわけだから、それで勝ったっていうのがさ、あの、やっぱ、なんかこう、すごい大断円感がしてよかったんだけど、俺はね、えー、っとね、まあ、個人的に、どのネタも素晴らしいなとは思った。なんでかというと、まず、このコロナの時期に、日本仕上げてきた芸人はやっぱみんなすげえなっていう風に思ったよね。うん。 で、あれ、なんか、11位とか12位とかもちゃんと点数出ててさ、実はあれ、ジェラードンとか七曲がりとかがさ、あの、誰かがコロナになった時のためにスタンバインしてたんでしょそういうのもあってさ、やっぱ芸人みんなかっこいいなと思いながら、見て、俺はね、個人的には、日本の社長と、もちろんジャルジャルが面白くて、ジャルジャルと日本の社長と空気階段、一本目はその三つすげえ面白かったなーうーん。 何なんだろうね空気階段のコントってさ、すげえ面白いんだ面白いだけじゃなくてさ、ほんのちょっとなんか、あい、泣けてくる感じもあんだよね。あと日本の社長はやっぱすげえ、新しいなと思ったし、もう一本見たかったな、ったってな。決勝はね、ニューヨークが俺めちゃくちゃ好きなんだよね、あのコント。YouTube で長いバージョンもあって、あれめちゃくちゃ面白いのよ。で、短くなってどうなるかと思ったら、やっぱ普通にちゃんと仕上げてきてて、あー、あの、<laughs> だからもう本当に、ネタがあんなに面白いんだから、うん。あんなに人の悪口言わなくていいんじゃねえかっていう <laughs>。って気もしたけど、でも、あちこち大通りに来週出るんだけど、ちゃんとね、ちゃんと人の悪口言ってるから <laughs>。それもね、めちゃくちゃ面白いから見てほしいなって思うけど。いやーでもやっぱ、この時期にあの日本仕上げてきた芸人さはやっぱすげーなと思ったな。あと、さらに半沢直樹の最終回あったでしょ半沢直樹の最終回も、まあ面白かったし、 で、キングカズ53歳6ヶ月28日 ?J1 最年長の出場あ、ごめん、言い方間違えた。キングカズ。<laughs> <laughs> キングダムの言い方だからね。うちのラジオだけは。<laughs> そうそう、あ、あと一、ね、個、そうそう、キングオブコントで言い忘れた。ギース、ギース。ギースが、ハープと、あの、俺ずっとしてたんだけど、準決勝勝勝ち抜いたのが、ハープと SM クラブというか SL クラブのネタなのね。両方ともゴッドタンでかけて、 で、跳ねて、で、面白いねって言ったら、そのままそれをキングオブゴートに持ってったから、責任感じてたから、キースだけは滑らないでくれって思ったんだけど、ちゃんとキースも面白いから良かったなって思ったな。うん、SL クラブも全国ネットでみんな見たかったけどな。あとは、トム・クルーズが宇宙での撮影日が決定っていうこのニュースね。<laughs> もう撮影日決まったらしいよ、トムは。<laughs> うん、保険会社って降りんのかねトムが宇宙で撮るときになんかあった場合。もう、もう無理でしょ <laughs> 何十億ですとか言われても、うんま。トムだから何とかしてくれるかみたいなことでしょで、えー、あ、そうだ、もう一個。あの、エンタメニュース。ハイハイの上田くんが結婚ね。ハイハイの上田くん結婚。<laughs> あの、同じ事務所のモデルさんかな ハイハイはほら、オールナイトゼロの先輩だから。実は、オールナイト日本ゼロっていうのが始まった時の、の最初のメンバーだもんね。初期面だもんね。久保の大町とかがやってた時と同じでしょそのオーディションで選ばれた人たちでね。あのー、俺覚えてるよ、最終回。ハイハイのオールナイト日本ゼロの最終回。1年やった最終回。みんな知ってる戦国自衛隊1549を見ながら生放送やったんだよ、あいつは。<laughs> <laughs> ただ、 ただだ映画を見るだけっていう <laughs> <laughs> あのねな、なんつったらいいんだろうな。一年聞いてきた、かいのない、な、最終回。<laughs> あれ、出待ちとかにいたリスナー、どういう気持ちで聞いてたんだろうな。<laughs> なんかこう、ぐっとくる思い出話とかでもなんでもなく。<laughs> うん、ちょっとまあ、だから、そういう、あの、突っ張り方だったのかもしんないけど、<laughs> ただやっぱり、うん。個人的には、あの、普通に聞きながら、うん。これ何なんだと思ってた。<laughs> 聞いてたけどね、はあ。その後 RP が始まったんだよね。そうだよね、きっとね。うん。と思う。だ。え、ラブレターズはその、同じその後ぐらいか。翌年か。で、そう。あともう一個思ったのは、お笑いラジオスターウィークに、まあまあ、俺がお休みとか。 ファーストサマーウィーカーがお休みなのはわかる。クリーピーナッツお休みだったじゃん。ねクリーピーナッツを、まあまあその第7世代の芸人だっていういじりはしてたけど、まあそういうのはもしないよ。で、お笑いのラジオスターウィーク休むのはわかる。なんだあいつらお笑いの日に出てるの<笑>、うん、お笑いラジオスターウィーク休んで、お笑いの日でステージでぶん回してね。<laughs> 芸人に振りまくって。<laughs> 完全に。なんだったらダウンタウンの前でネタやってんだから。<laughs> <laughs> 俺のやつ日本よりもお笑いやってんだからさ。<laughs> っていうので、クリーピーのお笑いの日を見てもいよいよだなと思ったね。<laughs> あの、いよいよだなと思ったのは、もう今週松永さ、普通にさ、クイズ番組出てたでしょ <laughs>。あの <laughs>、秋元康さんが企画したクイズ番組に普通に出てたでしょ <laughs>。普通にクイズ番組出る DJ ってもういないよね <laughs>。いないからね。 あと、レギュラーもスタートしてるでしょファーストサマーウィーカーと、あと、劇団一人とかの。すごいよ、もうだから。あの、バラエティーに出てる数が、下手するとよ。DJ コーより上なんだよ <laughs>。もう、あの、ミュージシャンとして一段落ついて、バラエティー活躍し始めてる DJ コーよりも、M ステにまだ現役で出てる松永の方が、バラエティ方ー多いんだから <laughs>。 どういうことなんだよって。いうレギュラー2本スタートしてるでしょ ?EXIT のやつと、DJ、あの、劇団1人のやつと。で、俺とさ、ファーストサマーウィーカーと花子の岡部とかとやってる、パラビでやった考えすぎちゃんで番組あるんだけど、それも好評だからね。ら下手するとあれがもう一回やることになったら、あいつ DJ なのにバラエティ番組のレギュラー3本とか考えんだよ。<laughs> どういう <laughs> どういう人なの <laughs> だからやっぱりあちこち踊り出た時に若林くんが言ったのよ。 テレビの奴らはもうみんな、あの、頭がおかしいみたいなことを、夏永が、そんな急にテンション上げて、俺はもうテレビのやつら信用できないみたいなこと言う風に言ったで、若林くんがそれ聞きながら、そういうスタンスのやつ売れちゃうよって言って <laughs> そういうスタンステレビ欲しがってるよっていう、松永って言ったら、本当にバカ売れ。ふ <laughs> わちゃんか松永って売れ方し始めてるから。う <laughs> ん、いや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 。まあまあそういう意味で言うと、あの、この2週間、 の間でもエンタメいろいろ動いてるから、これから年末にかけてもね、いろいろ楽しみだなと思っています。えー、それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイト日本ゼロ。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしていきます。あの、もう一個ニュースっていうか、あの、これはエンタメじゃないんですけど、GoToEat キャンペーンが10月1日から順次スタートするんですよ。 これ飲食予約サイトを経由して店を利用した場合、昼食で500円、午後3時以降の夕食で1000円分のポイントが付与されるっていうね。これお、この番組ほら、エンタメラジオ以外にもグルメラジオの側面もあるから、コロナの間、あのジングルとかで話してなかったけど、これお得に美味しいものが食べられるチャンスだからね。あの、 微妙にさ、500円安くなるなと思ったらランチがいいの食えるじゃん。<laughs> 本当に。1個上のいけ、1500円のやついけるからね。<laughs> 全然違うから、これ。最近食べたうまいものは、えっ、ー、と、ね、昨日かなあ昨日というか火曜日、あの、赤坂にまさむってトンカツ屋があるのね。で、そこって、激うまな、とにかくカツカレーが激うまな。トンカツもうまいんだけど、 店主がなぜかカレーマニアで死ぬほどカレーに凝ってて、で、そこのカツカレーが死ぬほどうまいんだけど、今まで、うーん、テーブル3席ぐらいでカウンター1個しかなくて、で、めちゃくちゃ混んでるからコロナだからちょっとなって思いながら行かなかったのよ。 昨日たまたまフラッと覗いたら、隣の店ぶち抜いて <laughs>、どでかくなってて <laughs>、あ,あ、福田も知ってる <laughs> どでかくなってて <laughs>、で、酒も飲めるようになってて <laughs>、もう最高の店にサバ代わりしてたのよ <laughs>。絶対入る。で、メンチもバグってるぐらいうまいんだよな <laughs>。マジでマジで。な、俺昨日、これね、あの、まさとんかつまさむね行って、うわっ ぶち抜いて広くなってんじゃんっつって、しかも、ホッピーが三例で頼めると思って、ホッピー頼んで、で、トンカ、あの、カツカレー頼んだ後、メンチをトッピングしてくったから。<laughs> これもう最高なのよ、マジで。これやったし、マサグネのカツカレーメンチカツトッピング。マジで本当飛ぶから。<laughs> 本当に。<laughs> いや、これね、おすすめですよ。あとね、あのー、このグルメの話とかを、 クレイジーグルメっていうか、店の情報どこで仕入れんだって言って、佐久間さんの知ってる、あの、クレイジーグルメな人知ってますかって言われたんだけど、クレイジーグルメな人って言われてもなと思ったら、何人か今まあ何人かいるけど、俺がね、とにかくね、飯をよく食いに行くのは、まあ、ここで一回話したギャル王の作家の川上さんね。 うん。あの、古畑忍座ブローバリに、あの、全部調べて、結果全部間違ってたとおなじみの川上さんと、あとね、もやもやサマーズのプロデューサーに、一個の先輩の小高さんって人がいて、その人もとにかく飯に対する執着がすごくて、飯の情報、俺と川上さんと小高さん3人だけの飯のグループライン作ってるんだけど、あの、小高さんだけちょっと変わってて、あの、俺たちはこの店がうまいですよ、なんだけど、 コロナ期間中に、あのー、この店行きたいですね、とか、テイクアウトがうまいですよ、とかなんだけど、小永さん、コロナ期間中に、あの、フレンチとかに行けないのが、どん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 ストレスが溜まって、最終的に、フレンチのフルコース作れるようになってる。<laughs> もう、一万円サップして、フレンチのフルコースを作れるようになっちゃったっていう、<laughs> もやもやサマーのプロデューサーなんだけど、その人がね、俺の知ってる中で言うと、クレイジーグルメだからね。<laughs> うん、今日は日曜日だったので、 家でちゃんとパエリアを作りました誤解 <laughs> をのっけて生米から作るおじさんなんだけどその人と一緒にその人とよく飯食い行くねっていうでその人から教えてもらった店に行くねそしてそうそうそう今週からさ長野県の新越放送富山県の北日本放送でも放送されていますと北日本放送かレギュラー局が2つ増えたのこれはおめでたいですねあとですね愛媛県南海放送が 途中で終わらず、最後まで聞けるようになりましたという情報が飛び込んできてます。<laughs> おい、どうすんだよ、おい。西日本放送。<laughs> お前だけだぞ、おい。おい、どうすんだよ。てかさ、俺たち西日本放送になんかした <laughs> 一曲だけ堅タクに降りるって何なの三 <laughs> 時代で。なんかした、俺たち。なんかもう。 誰かいんのかな我々西日本放送はってって。オールナイト日本の幹部がいてさ。で、その、道隆みたいなやつがさ、い<や>おい西日本放送、いい加減、降りるのはやめろって言ってんでしょ再建放棄しろみたいな。<laughs> 降りるのはやめろって言ったら、その西日本放送の社長が来ると思ったら、若い編成版が来て、<laughs> 我々西日本放送は、 オールナイトニポンゼロ残り30分の放送。断固拒否します。<laughs> で、西日本放送の社員がさ、ブワーって見てさ、<laughs> <あの> <laughs> やってんだろ、西日本放送。<laughs> うちのオールナイトニッポンの人たちがみんないて、どうなってんだ <laughs> 西日本放送、やハンザマって言って <laughs>、言ってんのさ、もうほんとやぶにらみしてさ、<laughs> 折れないやつが一人いるんだよ、絶対。 そいつのせいで放送できないんだよ。俺の想像ね <laughs>。西日本放送が <laughs>。<あの笑>ごめんごめん、やっぱ。半沢の最終回見たばっかだか。<laughs> だから、やっぱそういうイメージになっちゃうよね。っ <laughs> てなると、完全にこっちが悪者っていう <laughs>。いるんだろうあの、日本放送の、まず、女性社長の、日原さんが、あのあ、あれでしょ、議員の役でしょ <laughs>。 あと、アナウンサーの飯田さんが、土道高の役ね。<laughs> <laughs> ああ、もうほんとな、やってほしいよな、やってほしいけどな、もういつか。あれなのかな、残り30分の放送誤解されてんじゃない俺たちがさ、めちゃくちゃさ、ほんと全裸でエロいラジオやってるんだって思われてんじゃない ?4 時代は <laughs>。まあ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 、いつかね、聞いてほしいなと思います。あとですね、今週から新コーナーがスタートするんですよ。 これが、あのー、楽しみにしていただきたいなと思っています。えー、さて、メールを募集しましょう。今日はですね、GoToEat がスタートするので、グルメの話を送ってもらいましょう。グルメ情報、グルメに関するエピソードを送ってください。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メールが来ております。千葉県ラジオネーム、サワディ。トム・クルーズは宇宙に行くとき、GoTo キャンペーンを使いますか <laughs> <laughs> ああ、GoTo キャンペーンと半額 だよねあのう、ー、ってことは何まあ、5億ぐらい持ってくれんのが、5 <laughs> 億キャンペーンって。あと、クーポン、クーポンがもらえるんだっけ上限あんのかな上限3万か。3万トム・クルーズにとってどのぐらいの金額になるんだろうな。まあ、でも嬉しいか。3万あればね、だってね、寿司食えるからね <laughs>。いや、そっか。あと、あれでしょあの、現地でなんか安くなるでしょクーポン、現地、現地で使えるクーポンが。 やっぱナサクーポンが使える。ナ <laughs> サクーポンが使えるわけでしょあいやいや、使うんじゃない使えるんだったら使うんじゃないやっぱ。それはいいと思いますよ。<laughs> あのー、いくつか話がある中でと、すげあの、先週、オープニングで話そうと思ってて一個忘れてたのが、あの、先週、あのー、先々週かな青春高校で、あの、なんか冠番組企画みたいにやったの。で、その中で流れる、 えー、企画があって、それ普通に10分くらいで流れたんだけど、その放送が終わった後、三宅がツイートで、三宅ね、ディレクター三宅が、佐久間さん完全版があるんで、それ完全版に YouTube に出しちゃいましたみたいなき。聞いてないのどういうことってっその企画がそもそも、なんかこう、ゲームブックみたいになってて、えっと、スタジオで選べるみたいな、A と B 選べるみたいな企画だったから、まあ、パターンがたくさんあるのね。それも三宅が勝手に考えたんだけど、だから10分くらいの部位なのに、 あのゲームブックに AB、AB って選んでく企画だから、選ばれてないのもあいつ全部取ったのよ。で、それを流したいって。それ何パターンあんだっつったら、正確に言うと、18パターンありますっっ1パターンしか流れてない18パターン、17パターンぐらい無駄になってる。で、それがもったいないから、YouTube に出しましたって。まあ、いいよ、いいよっ,つって。で、それ何分あんだろうなと思って、YouTube 見たら、本編尺で8分ぐらいでなんか終わったコーナーよ。24分あんだよ。<laughs> <laughs> 頭おかしいんじゃねえかと思って。頭おかしいんじゃねえかと思って、頭おかしいと思いつつも、まあ半分冗談交じりで三宅に対してはお前どうなってんだよみたいなんで、ツイッターでね、ちょっと怒るみたいなムーブをしてたの。で、で、その後、あの、いやマジで本当に三宅もいい加減にしろよとかと思いながらラジオつけたのね。あの、ラジオ、なんかラジオ聞こうと思って。それ月曜だったから伊集院さんのラジオ。 がバカ字からやってて。で、バカ字から聞いてたら、伊集院さんが、なんか、ちょっとプリプリ怒ってて。あのー、まあ、半分冗談交じりだけど、その、うん、取材される相手が自分のことを、帝王、ラジオの帝王ですが、みたいな。ラジオの帝王ですが、みたいな風に扱うから、喋りにくい、みたいな。ずっとその、伊集院さんといえば、ラジオの帝王なわけですけど、みたいな。普通に喋ってて。で、だからそういう風に、崇められるポジションから行かれると、しかもそいつがそんなに詳しくないと。 だから誰かが言ったのそのまま受け売りでやってラジオの帝王だからっていう風に言ってから、で取材だったからやりにくいっつってて。ああまあそういうのあるよなと思って俺ボー冒頭来ててそういうやつってやりにくいですよねと思って聞いてたら、本当にマジで、佐久間お前だよって言わせて。伊集院さんに。よく考えたら俺だったらあの帝王だとか言っちゃったの。うん。俺のせいだったっていうのと、伊集院さんに普通にラジオ越しに怒られるっていう。 サークマーって言われて <laughs> で、ビクーってなって <laughs>、で、あーと思ったんで、今聞いてたんだけど、これはあの、三宅をツイッターで怒った直後にラジオで怒られたから、恥ずかしいなと思って、今日はちょっと、あの、ラジオ、後でタイムフリーで聞こうかなと思ったら、今度、あの、インスタの通知が来て、久保塚がインスタライブ始めましたって言って。あ、クボズカのインスタライブは、が一番今気楽に見える、見れるかなと思って、久保塚のインスタライブポチッと押したら、あの <laughs>、 あの窪塚さんあの料理酒を飲みながらインスタライブやってた <laughs> <laughs> すごくない料理酒飲んで飲んでんだあの人 <laughs> ワイフに怒られるなーって言いながら、料理酒を飲みながら、インスタライブやってたっていう <laughs>、俺の中でのエンタメニュースもう一個あったんですけど、これ話したかったんだけど、ちょっと、あの、西日本放送の半蔵の話が <laughs> すげえ長引いちゃったから忘れてたんでっていう、2週間あるとね、こういう話もあるんですけど、あともう一個、あの、話したかった話があって、それはずっと話そうと思ってたんだけど、あのー、 近すぎると本人って特定されるかなとかと思って、ちょっと時間置いてから話そうと思ったら色々あって3ヶ月以上経っちゃったんだけど、ちょっと前に、今3ヶ月以上前に人間ドックに行ったんですよ。で、人間ドックで、ちょっとラジオでイカメラの話はしたじゃない。イカメラが、えっと、気持ち悪くなっちゃうから、もう最近麻酔でやってる。だから、イカメラだけ別の場所でもね、去年ぐらいからやってるんですよ。で、 えー、人間ドック自体はもう30の半ばぐらいから同じとこにずっと行ってんのね。それは、ほら、カルテがずっと同じとこの方が健康状態がわかるからで、そこに行ってるんだけど、イカメラ以外は。で、3ヶ月前に行ったの。ねそ、そういう時期だから。で、コロナの時期だったから人数は少なくて、ね、もう、もう、ゆったりしてて。で、えー、それぞれの席も一筋ずつ空いててね。で、 えー、今までは、その時間潰せるように雑誌とか置いてあったんだけど、これも感染対策のためにダメですって言われて。あ、そうかそうか、他の人が触るから、と思って。だからご自分の文庫とか、そういうのを持ってくださいって言われたから、じゃあ企画でも考えようと思って、メモ帳とペンを自分の分持って、それで座ってた。で、えっ、ー、と、普通にね、身体測定、エコーとか、血液検査とか、まあ、いつもより早いわけよ。うん。で、ね、だから、 心なしか看護師さんとか、看護師さんとかみんなゆったりした気持ちでやってる。感染対策はしてるけど。で、イカメラももうやってるから、もう次行って。で、コロナだから肺活量はやんなかったんだけど、でも最後に、問診いわゆる、お医者さんに話を聞くっていう。あ、で、俺の記憶だと、この数年ずっとおじいちゃんの先生がやってて、で、その先生と雑談しながら、あの、佐久間さんこうした方がいいよとか言われてるおじいちゃん先生にまた会えるのかなと思ってたら、で、ガラッと開けたのね。 ガラッと開けたら、今回、ジョイさん、女性のお医者さんで、しかもまあ、俺より10歳以上年上の、まあもう、あの、おばあちゃんにちょっとほど近い、ええー、ジョイさんで、開けた瞬間、あら、大きいわねえ、大きいわねーー座って、って言われて、<laughs> うわ、フランクーと思ったら、座って、座って、って。で、俺が近づいてったら、あの、座る前にね、もう近所のおばあちゃんみたいになテンションで、もう座って,ーって、 閉めて閉めて座って座ってって言われて、すげえフランクだなと思って座ろうと思ったら、急に、あら、深いわねって言われて。深いえ、深い何堀が深いって言われて。はと思って。堀が深いって。沖縄沖縄でしょって言われて。<laughs> <laughs> いや、東北です <laughs>。あ、東北意外って言われて <laughs>。 ご親戚に沖縄って言われて。いや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 。いないからっていう。遠くですっていう。おほんそうなんだ。本当座ってーって言われて。いや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 。あんたが堀が深いとかっていうトークを始めたから、座れなかっただけなんだけどっていう。ただ立ってただけで。ちょっとおっきいわねー。座ってーって言われて座ったの。座ったら、問診票パッて見て。で、今までのおじいちゃん先生と違ってずっと見てる人じゃないから、もう一度過去のやつも見るわけね。もう見て。 何ちょっと太ったって言われて。ちょっと太ったって言われて。<laughs> あ、そうなんですよ。ちょっと太っちゃっ,てっ,ったやつ。コロナおいよ、うん。コロナコロナ太りあ違います。いや、でも、わかんないです。何があるかわかんないですって答えたら。まあ、わかんないか。原因は一つじゃないっつーの。どてってやったんだよ。<laughs> はっと思って。<laughs> 自分で振ってコロナコロナじゃない。そうよね。原因は一つじゃないっつーの。 もう、です。<laughs> どて、どてって言ったのよ。ど、ねっみたいなやったんだから。ザキヤマがやるやつだよ。<laughs> えなん、心の中ね、心の中ね。なんだこいつっていう、あの、ジョイマンのツッコミのやつが <laughs>、俺だから発動して <laughs>。でね、あーマスコミかー、不規則、不規則ねーって言って。まあまあ、そうですね。でも、 もう昔はディレクターとか AD だところはそうでしたけど、今はある程度自分でコントロールできるんでっていうのを言ってる途中ぐらいで、もう24時間戦っちゃってる、24時間戦っちゃってる感じってあると思う。わかるこれ。20年前のリゲインの CM だからね <laughs> 24時間戦えますかってもう若いリスナーはわかんないからね <laughs>。あの。 いきなり言われたから、俺も何の話なんのかなと思って、あ、リゲインかと思って。で、でも、リゲインだとしても、俺答えないよ、別に言っって。あ、はあ、って言った。そしたら、分かっなかったのかなって感じで、24時間戦っちゃってる感じってもう一回言ったのよ。<laughs> うん、うん。いや、違いますって言って。<laughs> 違いますって言って。まあ、そっか、ちょっと痩せなきゃいけないもんね、って言って。 座ってって言ったの。知ってる俺まだ立ってんだからね。<laughs> ずっと話しかけられ続けてるからで。座ったの。そこでようやく座って、で、24時間戦えないもんね、痩せないとねって言われて、<laughs> まだ自分のギャグが伝わってないと思ってるのよ。で、改善する気あるって聞かれたら、まあそうですね、気をつけようとは思ってます。いや、もうさ、 あのー、野菜取りなさいって言われて。ああ、はいはいはい、わかりました。まともな話に気になってくるのかなと思ったら、善玉コレストール、コレステロールを育てるの。善玉コレステロール、わかるって言われて。なんとなくわかります。野菜はね、善玉コレステロールの餌みたいなもなの。だから、ヨーグルトとかがいいって言って、ヨーグルトとかどん、たくさん飲んだりして、菌を増やしても、肝心、野菜を取らないと、餌がないと、ただ増えてっちゃうわけ。 善玉も困っちゃう。つって。いやー、俺たちだけ増やされてってなっちゃうってうだからね、善玉もやってられないわよって言われて。善玉もやってられない話ってどういうことなんだろうなと思善玉もやってられないから、あなた、善玉のために行きなさいって言われた。はって思って。善玉のために行きなさいって言われて。善玉のために行きなさい。あの、野菜を取れば善玉が頑張れるから。 サクマさん、あなた、善玉のために行きなさいって言われて。多分ね、決め言葉なのよ。善玉のために行きなさいで、響いてると思ってんだけど、あの、まず一個意味がわかんないし、あと、無理だから <laughs> あの、善玉のことだけ考えて生きるっていうのは <laughs>、自分の中のパワーアウトなのかもしんないけど、もうほぼに説明が意味がわかんないまま、どんどん、あの、その先生は話を始めて。まあでもそうそう。あとね、サクマさんね、 あと、うんちって。うんちうんちわかるって言われて、海便ってすごいのよって言わ始めた。改便ほん。改がすごいとか、うんちとかお通じが大事なのはわかるけど、何ん話し始めるのかなと思ったら、あのね、佐久間さん。太ったマウスのうんちを、痩せたマウスのうんちに混ぜるのね。あのー、そうするとね、ちょっと待って。痩せたマウスの、<laughs> うんちを太ったマウスのうんち混ぜるのね。いや、ちょっと待って待って。太ったマウスのうんちを痩せたマウスのうんち混ぜると、それがね、その、太ったマウス。この話やめましょうって言ったんだ <laughs> いや、これマジでマジで。あのさ、多分改便で多分太ったマウスのうんちの遺伝子がなんか、あの、痩せたマウスの、多分だけどね。 そう、どうなんか、そのぐらいうんちは大事なんで遺伝子情報なんだみたいなこと言いたかったのかどうか知らないけど、例え話の結末も順序も覚えてないのよ。<laughs> で、また、善玉。善玉のために生きれば大丈夫だからって言って、で、最後、野菜もぐもぐ。野菜ねもぐもぐ。あ、俺、今、善玉のために生きる以外で言うと、俺ずっとそのうんちの例えもわかんないまま、あの、 もう10分くらいでこれ経過してんだけどなと思ったら、急にさ。さ、さらに急によ。佐久間さんが戦国武将なら問題ないんだけどなぁって言い始めて <laughs>。急によカルテル的なものを置いて。佐久間さんが戦国武将なら問題ないんだけど、っ,って。俺もさすがに、え、どういうことですかって聞いたら、みんな太ってたの、戦国武将は。みんな太ってたのよ。あの時代はちょっとぽっちゃりくらいが健康にいいってな感じだったのよ。 だから戦国武将だったらね、動かないけど胃腸が強い人が、胃腸が強い人がもう強いみたいなもんだから。徳川家康なんてタプタプだったらしいのよ。最後の戦でね、鎧入んなかったらしいのよ。で、だから、動かなかったんじゃないの。家康はドンと構えてね、動かないで指揮してるイメージあるでしょ。あれ、動かなかったんじゃなくて動けなかったのよ。はってう。<笑><笑> 戦国武将から家康の話始めて、人間ドックだからね。動けなかったのよ、家康って言われて、あなたヨガヨなら徳川家康だったのかもよ、佐久間さんって言われて、いや、絶対違うから。ヨガヨなら徳川家康じゃないから <laughs>。秀吉信長で言ったら家康タイプじゃないって言われて。俺ですか ?10 分でわかりますかって感じだったんだけど、もう話をまとめたいから。 まあ、そうかもしれませんって言ったら、でしょ家康タイプでしょ家康タイプだと思うのよって話だって。待てる方待てる方でしょっていう。待てる方って何かなと思ったら、ほととぎスの話なのね。あの、泣くまで待と、うほととぎスの話なのよ。死後がないから。それで、殺しちゃう方って言われて。待てる方ですって。やっぱ家康じゃない。俺、家康ですかね佐久間さん。野菜もぐもぐって言われて。 はい、お時間ですって言われて、俺、もう終わったのね。で、うわ、何これと思って、何これと思ったまま、閉めて、直後、絶対覚えてたいと思うじゃん。そしたら、コロナだから、俺、メモ帳とペン持ってたの。だから、もう、出た瞬間、そのままセリフを全部書き起こして、で、メモに残して、だから、俺今日、あのおばちゃん先生が話した話、 完璧に再現できてるのね <laughs>。メモ帳があったおかげで <laughs>。いやー、すげえ強烈なおばちゃん先生だっよマジで。テレビ東京の佐久間です、えー。ではメールを紹介していきましょう。えー、福島県ラジオネーム、影星影法師 最近、セブンイレブンの新しい惣菜に、ネギたっぷりの甘辛唐揚げが登場しました。それと、煮卵に胃袋をつかまれたので、そろそろセブンイレブンにプロポーズしようと思います。ああ、まあね。本当に、セブンイレブンは最強のグルメスポットの一つですからね、これね。あの、あれ、ここで話したっけセブンイレブンの金の食パンにさ、サバを挟んでってやつ。あれ、まあ、最近、あのー、またネットで見つけたのは、 あの、猛虎炭麺中本のスープあるじゃん。あれに豆腐のごま麺入れるのね。豆腐、豆腐麺あんじゃん。豆腐麺入れてサラダチキン乗っけるっていう、あの、ストリートグルメがネットで見つけてやってみたら、めちゃうま。で、ネギたっぷり甘辛唐揚げうまいんだよな俺も。あ え、引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。さあ、今週からタイアップ企画がスタートします。私、裏方ですので、タイアップ企画の重要性はどのパーソナリティよりも理解しております。お話をいただけること、本当にありがたいと思っています。ということで、今回タイアップするのが、めちゃコミックです漫画大好きサクマにとってこんなありがたいコラボがありますか、これ。<laughs> これね、前ね、前回はもう話しましたけど、私はほんと、オールナイトニッポンで一番漫画読んでますから。<laughs> うん、なんか外野の声が聞こえるけど、これはもう断言する。オールナイトニッポンで一番俺が漫画を読んでいるから。サンシロとかクリーピーナッツに行かなくてよかったですよ。あんな、文化レベルの低い。<laughs> うん、小宮、うん。ということで。 メチャコミックとは、最新の人気コミックから定番のコミックまで、いつでもどこでもすぐ読める、マルチデバイス対応の電子コミック配信サービスです。電子書籍専用端末は不要で、手軽に楽しめることや、で、現在、6万5000話以上が無料配信されており、すぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場において、トップクラスの利用者を誇ってます。6万5000話もあるのすごいね。確かにさ、俺使ってみたんだけど、 っていうか、この話もらう前から、もともとめちゃコミも、めちゃコミック使ってたんだけど、あの、最初さ、新しい漫画しかねえのかなと思って見たら、めちゃくちゃ普通に名作とかあるんだよね。うん。進撃の巨人とかさ、あのー、普通にジャンプコミックス系もたくさんあるんだよね。しかも使いやすいってのと、まあ、あの、Kindle とかで全部買う時はちょっと悩むけど、ちょっと読みたいにはちょ、こっちは割安だしみたいな。古いの多いんだよ、これ意外に。 それがね、あの、おすすめだなと思いましたね。えー、テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間の病気のオールナイト日本ゼロをお送りしています。バイオレッテーバーガーデンは共アニのアニメなんですけど、劇場版が今やってて、で、ちょっと興味あるから、ツイッターで、テレビシリーズが13話あったのね。それ見てなくてもわかりますかって言ったらいろんな人から、見て、見てなくてもわかりますと。わかるけど、絶対見た方がいいですって言われて。え、どういうことと思って。 怒るんだったらいいじゃんと思ったんだけど。まあまあみんなが言うんならと思ってテレビシリーズ見たの。号泣。<laughs> すごいいいのよマジで。で、そ、の、特にネットリックスで全部入れるんだけど、10話。あの、バイオルテー・バーガーデンの10話。もうほんと。大号泣。で、その大号泣の10話が劇場版に絡んでるんだけど、とにかくね、劇場版はね、テレビシリーズを全部見ると、 もうね、下手すると後半30分ずっと泣いちゃうみたいな。劇場みんなすすり泣きだからね。まあ、とにかくいろんなことがあった今日アニが、こんなすげえアニメを生み出したことがすごいから、まあ、もしもう皆さんで今日、ちょっと騙されたと思ってテレビシリーズから見て、10話見たらもうほんと絶対劇場版見に行く、行きたくなるんで、ぜひ見てほしいと思います。えー、メール来てます。神奈川県ラジオネーム、ムホムホ。さ、さすが、さすが佐久間さん。 このラジオで前にも、須田正樹さんが年間600冊読んでる。と、指摘されてへこまされたにもかかわらず、改めて俺が一番読んでるという宣言をするということは、あれから読む数を増やしたんですね。ちなみに佐久間さんは今年何冊ぐらい読んだんですかこの半年で、あの半年ででしょまあ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 。いや、でもコロナもあったし、結構読んだよ。200? <laughs> なこのままいくと、あと3ヶ月だから。3ヶ月だからなぁ。<laughs> 3ヶ月だから、多いは多いだろ。うん。600にはかなわない。ただ違うのよ。うん。菅田君の600の読み方と、俺は、ほら、1冊を3冊分ぐらいの濃さで読むから。<laughs> <laughs> <laughs> うん。だからね。うん。だから、だからもう同じよ。同じぐらいの厚さで読んでるから。<laughs> えー、佐久間のブのオルナイトニッポンゼロここで西日本放送とお聞きの方はお別れとなってしまいます。1時間付き合っていただきありがとうございました。ここで一曲、オリジナルラブで、月の裏で会いましょうテレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間のブのオルナイトニッンゼロをお送りしています。メールが来ています。東京都ラジオネーム、サハラサザンか。おーい、南海放送 どうだ四時代の眺めは、絶景だろ <laughs> <laughs> ほら、何回放送見てみろ <laughs> 再建放棄してよかっただろ <laughs> 見ろよ四時代のこの眺め。全然違うだろ空気がうまいだろ <laughs> え続きまして、ラジオネーム、シメリケ。一冊を三冊の濃さで読むってどういうこと 理解力が低くて読むの遅いだけじゃねえっていうのよくわかりましたね。<laughs> 時間がかかるんですよ。あれこの伏線は と思ってちょっと待って、3巻前 <laughs>。あれこいつの、こいつ、このキャラクター前にも出てきたかも <laughs>。だから、3、3倍の濃さというか、時間がかかるわけですよ。私は須田くんより。その分一生懸命読んでいる。俺やっぱ須田くんぐらいの記憶力というか若さだと、一発で分かるでしょ。ああ、あいつねーっていう。俺分かんないからちゃんと <laughs>。だから最新巻を読むときに、俺毎回前の3巻ぐらいから読むからね。 ちゃんと読み返すから。じゃないと、覚えてないからね <laughs> <laughs>。わかるえー、続きまして、あの、テーマ名ですね。食に関する。芸能界、ラジオ、あ、ゲ、茨城県、芸能界。<laughs> 芸能界って何 <laughs> ちょっと待って、茨城県って書いてあるの俺今、芸能界って呼んだんだけど。<laughs> そんなことある。そんなことある。びっくりしたー ちょっと待って。草冠むりだけで俺今芸能界って。<laughs> いや違う、ちょっと一個前に、スナックの話で芸能界では、みたいな話しようと思ったんだけど、そのままラジオに流れたあラジオで、メールに流れたからな。びっくりしょ、ちゃっと今。茨城県を芸能界って <laughs> 一個もあってないんだけど、<laughs> 一個も文字が、ちょっと待って、俺今どうで、な、どういうこと <laughs> 芸能界芸能界って何 茨城県と芸能界みんな書いてみて文字に。一個も似てねえから。<laughs> ラジオネームベルトは走るよどこまでも、えー。僕が住んでいるつくば市には市川というラーメンの名店があります。 関東のラーメン2が週末にこぞってやってきて、開店前から長蛇の列ができています。へえ、煮干しベースのスープが体に染み、あえ玉と呼ばれる替え玉は味がついているのでそのまま食べてもよし、スープに入れてもよしでとても美味しいです。つくば市に来る機会があればぜひ。おお、つくば市に行く機会があったら。でもここは大丈夫です。あの、うちの嫁の兄貴がラーメンブロガーなんで。で、このラジオ聞いてるんで。 あの、まあ、名前言うと怒られるか言わないけど、あの、つくば市の市川に行って、ラーメンのブログあげてください。<laughs> <laughs> 続きまして、兵庫県ラジオネーム、かっちゃんちゃん。僕がおすすめしたいグルメは、地元名物のカツ飯です。カツ飯とは、よ、洋皿に盛ったご飯の上にビーフカツを乗せ、特製ドミデミグラスソースのタレをかけ、茹でたキャベツを添えた地元の名物です。へー。 兵庫県の加古川市に立ち寄った時は、ぜひ食べてみてください。へえ。ー。もうでもこれ、これ聞くだけでうまそうだよね。なんか地元にしかない飯ってな、やっぱうまいからな。洋皿に盛ったご飯の上にビーフカツでデミグラスソースかけて、キャベツでしょああ。地元にしかない飯って言えばさ、俺、あの、普通にポロッと喋って、みんなにハッって言われた飯、地元グルメがあるんだけど、地元とか、福島だけど、合図なんだけど、でも俺、岩きでも食べてて、 薄皮まんじゅうの天ぷらって食ってたのよ。食べたことある薄皮まんじゅうを天ぷらで、しかも醤油で食うのよ。<laughs> マジでマジで。マジでなの本当に甘じょっぱいの。で、なんだったらおじいちゃんおばあちゃんは醤油に七味入れて食うのよ。<laughs> 薄皮まんじゅうを天ぷらにして、七味醤油で食べるのよ。マジで。<laughs> あんのよ、あんのよ、本当に。で、俺、あの、いやだから俺も地元、小学校の頃食べてたなと思って、そういえば。天ぷらまではうまそうでしょ <laughs> でもね、醤油で食うんだよね。<laughs> で、おじいちゃんおばあちゃんになると七味醤油で食べるんだよ。<laughs> で、殻じょっぱくて、天ぷらで、で、激甘っていう <laughs> 食べ物なんだけど。<ー>いや、本当にあんの、あんの。うん。いや、なんかね、弁当に入ってたりしたななんか。ご飯の最後の、だから、気陽軒の弁当のあんずみたいな感じの、最後にちょっと甘いものみたいな感じで食べ方なんだけど、湯べしとかじゃない全然、カリッと揚げた薄皮まんじゅうだから。<laughs> 本当に。薄皮まんじゅうじゃないと美味しくないのよ。皮が厚いから、その、倍厚くなっちゃうから。っていう。これみんな知ってるか知っの誰に話してもはって言われるんだけど、本当に子供の頃食べてたから。うん。テレビ東京の佐久間です。メールが来ております。茨城県、ラジオネーム、ハートマト。危ねえな。本当 <laughs> 佐久間さん、僕も芸能界に住んでいるということでよろしいですか <laughs> <laughs> いやー、まあ、そうなっちゃうよねー。茨城県はね、芸能界に住んでるっていうことに <laughs> なるけど。ってことは茨城に住んでる人全員芸能人ってことになるからね。<laughs> あ だから、茨城弁はもう全部芸能弁ってことになるからね <laughs>。えー、神奈川県ラジオネームチワワの空振り。茨城県と芸能界が似てるならまだしも。全く似てないのに、リスナーに一回書かせようとするの、マジで意味がわかりません。<laughs> 確かにそうね。確かにそうね。似てるから書いてみてたらわかるけど、似てないから書いてみて、俺ど、なんで間違えたんだと思って言われてもね、わけわかんないよね。いや、俺も謎なんだ本当に謎なのよ。なんで えー、東京都、ラジオネーム、寿司食えねえ。佐久間さん、疲れてるんですかあのね、善玉だけ考えてればいいんですよ。<laughs> だめなんだよ。意味わかんねえし、善玉だけ考えてても。善玉だけ考えてたから多分間違えた可能性もあるからね。茨城県を芸能界って読む。<laughs> あラジオネーム、ミスター。薄皮饅頭の天ぷらを、ゆべしではない。先ほどおっしゃってましたけど、 知らないものを知らないもので例えられても何もわかりません。どういうことですか <laughs> <laughs> そっか。ゆべしわかんねえのか。ゆべしわかんない。わかんないか。ゆべしってあのなんかさ、あのー、三つのね、あのーな、なん、なんで説明してるのいな三角のさ、三つの、人手の、人、人手からい,いに、に、日本ぐらいないやつ。<laughs> あの、と、テトラポットみたいなやつね。テトラポットみたいな大きさの、あのー、皮で、甘い皮で中にあ薄いあんこが入ってるんだよね。それがゆべし。で、ゆべしではないって、今説明しながら思ったけど、薄皮まんじゅうと全然違うもんだったから、<laughs> なんで俺今、ゆべしの例えを <laughs>、薄皮まんじゅうの中に入れたのかわかんないけど、あまあ、ゆべしが、ゆべしは福島っていうことだけですよ。福島の、 だから、あの、名産の名産,名産というか、まあまあ、カーの一つ。はい、はいえー。ラジオネーム、クリスティー・ライミー。丸亀製麺でアルバイトをしているものです。薄皮まんじゅうの天ぷらですが、丸亀製麺で販売していましたよ。へー、販売してた時は幅、幅広い層から人気なメニューでした。へー、ほら、丸亀製麺がやってるってことは、大正義だからね。<laughs> 今やってない。今はやってないけど、あれでしょほん一時、一時的なお休みでしょ多分。わかんないけど。あんなもん本当もしかしたら、今ね、薄皮マンチュの天ぷらじゃなくて、湯べしの可能性あるから。湯 <laughs> <laughs> べしの可能性あるからね。<laughs> <laughs> <laughs> いや、俺別に、その、あと、あの、俺そんなに湯べし好きじゃないっていう。<laughs> 子供の頃から別に、うれ、嬉しい食べ物では別になかったんだけど <laughs>。続きまして、テーマメールですね。あの、食に関するメールです。奈良県、ラジオネーム、はるかなる花粉症。これまで、様々な店で食事をしてきたのですが、夜行バスから降りて新宿駅のマクドで寝ぼけながらに食べる、朝マックにはかなわないなと思います。うん、あー、わかる。わかるよ本ほんと。 俺もアザブ1番の編集所によく、あの、徹夜してたんだけど、AD の頃。そのままアザブ1番のマックで食べる朝マック一番うまいもんね。朝マックってなんで本当にうまいんだろうね。あのー、何えー、ソーセージエッグマフィンとハッシュポテトめちゃくちゃうまいからな。<laughs> 夜行バスから降りて新宿駅のマグロ奈良県だからね。ってことね。こっちに来てから食べるってことね。わかるわかる。これうまいわ。うまいわ。えー、ラジオネームのボールのボール。僕の地元の愛媛県のタイ飯は一般的なタイ飯とは少し違いますへー。僕の地元ではご飯の上にタレをつけたタイの刺身、卵の黄身を乗せて食べます。へー。 お好みで薬味を乗せ、締めでだしをかけて食べるととてもうまいです。愛媛に来た際はぜひ食べてみてください。あ、そうか。俺たちの知ってる代名詞は一緒に炊き込みご飯だもんね。それがあれなんだ。刺身乗っける海鮮丼みたいな感じにしてて、タレ乗っけて卵の黄身なんだ。で、最後に茶漬けにするってことこれはうまそうだな。しかもこれ、ちょっと、ちょっとやろうと思えば家でやれそうだもんね。家でちょっとやってみようかな。 佐久間の米ーのオールナイト日本ゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。いやー、なんか2週間ぶりだからかな。もう本当にあっという間だったなあっという間に終わった感じがした。 新コーナーがスタートしました。進撃の巨人のあるあるを募集しています。あと皆さん忘れないでね。めっちゃまるーって。これね、あのね、何回か言ってくると、ドラッグな感みたいな感じで、ちょっと気持ち良くなってくるから、<laughs> みんなも言ってみて元気がない時に。<laughs> めっちゃ疲れたーとかてて、<laughs> 疲れが取れてくる可能性がある。意外に楽しいからね、これ。<laughs> えー、この後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。メールが来てます。ラジオネームのり、薄皮まんじゅうの天ぷらや、ゆべしもいい いいですけど福島県須賀川市名物の固いメーカー熊田パンの話もしてくれませんか寂しいじゃないですかいや知らねえ <laughs> 知らねえんだけど熊田パンって何それ熊田パンっていう名前から何も想像できないんだけど硬いメーカーなんだこれ <laughs> 全然わかんないんだけど <laughs> あ,<ー> <laughs> あと、そう、エンタメニュースの時にさ、あの、まだ一個言えなかったのは、あと、ハライチの獣道ってハライチとオードリーのトークライブ見に行ってさ、で、ハライチとオードリーのトークもめちゃくちゃ面白くて、で、今年さ、よく、キングオブコントも見て、で、ハライチとオードリーのトークも見て、なんかね、今週すっかり2週間ぐらいすげえ思ったのが、コンビって羨ましいなと思ったね。 お笑いコンビ。なんかさ、かっこよくない今更言うのはあれだけどさ、なんかこう、なんか若い頃にセンスとか人格とかでさ、一連卓挫になるやつを見つける感じハライチとかオードリーの会話聞いてるとさ、ま、あれもほら、幼な染みじゃん。それで選んでんのってすげえなと思って、本当に羨ましくなったね。今更そういうやつ見つけらんないじゃんだって、俺たち。なんかこう、一連卓挫のやつみたいな。本当に。だから、 っていうだけの話なんだけど、でもほんとお笑いコンビがな、羨ましいなって思ったから、俺もほんと、三宅とそういう関係気づきていきたいけど、<laughs> なんて思ってますけど、えー、こっからまた、えー、お休みしたんですけど、これからまた続けていくんで、ラジオもよろしくお願いします。やろうとも、港に別れを告げろ、要そのテレビ東京の佐久間信行でした。